今日も空気が美味しいな。こんにちは、はじめしゃちょーです。今回の動画はこちら。キャッチできた。再びこちらメガバルーンでございます。このメガバルーン前回も使ったんですけども、どんなものかと言いますと、よし来た、できた、できました。こちらがメガバルーンです。投げると 30m 飛びます。投げてみましょう。やっ、という感じでめっちゃ飛びます。こちらのメガバルーンめちゃくちゃ飛ぶんですけども、今回はこちらに60個のメガバルーンを準備しました。僕は思ったわけですよ。メガバルーン1つで 30m 飛ぶということは、60個のメガバルーンをこうくっつけて投げると 30×60 で 30×60 で 1800m 飛びます。いや、行きますよ。いや、ほんとわかんないです。世の中何起きるかわかりませんから、メガバルーンを信じて、メガバルーン60個作って、それを一くぐりにまとめて僕がぶん投げます。そうすると何メートル飛ぶのか、今回はちょっと検証してみようと思います。作るのがめんどくさいでございます。では行こう。あらやべ、オッケー、完成しました。60個膨らませました。無事メガバルーン60個膨らますことができました。2時間かかりました。というわけで、ここからなんですけども、このメガバルーン60個を1つにまとめます。セロハンテープで軽くくっつけて、なんとかうまい具合に60個1つのメガバルーンにしてみようと思います。高さ的にいい感じだな。ちょっとまずいな。やばい、どうしようどうしよう。ちょっとうまくくっつかなくて、どうしよう。で、ちょっと見ての通りセルハンテープだとくっつかなかったので、ちょっと僕がこれからセルハンテープ買いに行ってきます。まさきあとは頼んだ。 OK。 あ、ね、急ぎだから取ったぞ。ガムテープ買ってきました。ちょっと本当に時間がないので、早めにもう全部固めちゃいます。真ん中の横、よっぽどのことがない限り大丈夫だと思う。はい、というわけでようやく完成しました。こちらメガバルーン60個の合体型、ギガバルーン GX360 です。作るのに約3時間かかったが、もうね、この際もう飛ばなくてもいい。俺はこの3時間全力をかけてこれを作った。まさきと頑張ってメガバルーンを60個膨らました。それだけでも俺たちは 1800m 飛んでんだよ。早速飛ばしてみようと思います。マジで 1800m 飛ばすから。どうだ。行きます。はい、行きます。